今日は NF タイプの子供時代をカーシー博士の Please Understand Me 2より時間が許すところまで、はいはい、The Idealist Child、はい、では引用から。私は狂ったようにゲイの少女だった。このような暴発の原因は何だったのか、そしてそれがどのような意味を持っていたのか、私はよく考えていた。その原因は衝動的な活力と節度を欠いた態度にあると私は思う。シモーヌ・ド・ボーヴォワール。このボーヴォワールという方はフランスの哲学者でフェミニスト理論家で活動家であると。20世紀西欧の女性解放思想の草分けという方ですね。プラトンの理想主義者の子供たちは熱狂的な子供たちで、ガレノスがコレリック、このコレリックというのは単純気質で、まあ、怒りっぽいとか短気みたいな意味があります。ガレノスがコレリックと呼んだのは、彼らの感情が肯定的であれ否定的であれ容易に興奮し、時には驚くほど激しく表現するからであると。理想主義者の子供たちは幼い頃から情熱的な劇場に燃えており、自分の考えや感情について黙っていることがほとんどできないようだ。実際 NF は早くからおしゃべりを始め、表現豊かな NF は親から見るとおしゃべりが止まらないように見えるかもしれないと。控えめな NF も同じように強い感情を持つが、それを表現することを恥ずかしがる傾向がある。特に家庭外でのコミュニケーションに困難を伴うことがある。しかしどちらの場合でも理想主義者の子供たちの非常に熱心な生活は明らかであり、大人になってからの行動や態度の気質的基礎を形成している。この理想主義者の子供たちは時に怒りっぽくなることもあるが、職人 SP ですね、 SP のような滑らかな魅力ではなく、仲間や大人を問わず他者を理解しようとする真摯な気持ちを伝える個人的な温かさが魅力的であることもある。 NF の子供たちは他者と親密に関わる、あるいは私が外交的共感、カーシーが言うところの、あるいは私が外交的共感と呼んでいるような天賦の才能を持っているようだ。このような子供たちはたとえ幼い子供であっても先生やカウンセラー、チャンピオンやヒーラーになりたがる。これは NF タイプの各個別のキャラ設定ですね、はいはい、外交的役割の編集に対するこのような興味は NF の子供たちの人生の非常に早い時期に現れるので先天的なものかもしれない。残念ながらほとんどの場合そのような行動を模倣することはほとんどない。そっか、まあ共感しようみたいな真似をすることはないっていうことですね。人が通常他のタイプの人は はい、親や親戚あるいは教師でさえ外交術に長けている人はほとんどいないのだから、理想主義者の子供たちは良いお手本に習うのではなく自分で学ばなければならないのが普通だと。まあ、確かに前回の SJ の時には、はい、SJ の子供たちは SJ の大人たちがたくさんいるので、はい、そこからいいところをさっと吸収するということが書いてありました。はい、しかしメンターとアドボケイトという2つの外交的役割を流暢にこなせるようになれば理想主義者の子供たちは肯定的なイメージを持つようになる。さらに戦術的広報的支援あるいは戦略的な役割において大人が模倣となることは有益である。というのも理想主義者の子供たちは通常いろんなことに挑戦したがり学校で学ぶことを心待ちにしているからであると。はい、なるほどで、この学ぶことが大好きな NF さん、はい、アーティザンのように SP ですね、芸術的であること、はい、ガーディアン SJ のように頼りになること、 NT 合理主義者のように独創的であることをアピールしても理想主義者の自尊心を高めることはほとんどないと。彼らが幼い頃から
誇りを持っているのは友人や愛する人との共感的な関係を維持し高める能力であると。他者に対する共感的な反応が人生のどの時期から強くなるかを判断する方法はない。間違いなく家庭内での状況に大きく左右されます。 NF の子供は身近な人の気持ちに過敏に反応し、家族が調和している時には自分も平穏でいると感じる。このように愛情深く協力的な家族の中で、理想主義者の子どもの自尊心は彼らが自由に維持できる強い共感的絆のおかげで早くから急速に成長することができると。まあ、私はあの SJ が父親だったので、はい、これはもう大変でしたけどね、はいはい、自尊心が高められなかった、高められなかったらこうなりますね、はいはい、でも上のせいにしてもしょうがないんですけどね、まあはいはい、一方機能不全に陥り距離が開いた距離を置いた家族では、理想主義者の子供は深刻な問題に直面することがあると。そのような子供は特に控えめな性格の場合、他のタイプが平然と受け入れているものに対する防御が欠けている。例えばこのタイプの子供は争いに打ちのめされやすく、両親が喧嘩ばかりしている家族で育つと引っ込み思案で不安定になりがちである。両親が叱った場合、 NF の子供たちは深く傷つく。たとえ兄弟姉妹がお尻を叩かれたとしても、NF の子供は同じように傷つく。家族間の競争が親によって奨励されると、 NF の若者は恥ずべき分断感を感じるようになる。そのような競争的な雰囲気の中で、理想主義者の子供と片方の親との間には強い絆が生まれるかもしれないが、もう片方の親や兄弟との間には亀裂が生じるかもしれないと。また競争的なゲームでは、小さな理想主義者、特に男の子は勝ちたいという激しい欲求と愛する人に勝ちたいという鋭い罪悪感の間でひどく引き裂かれることがある。そのような理由から、家族で協力するゲームや自分自身との競争は NF の子供たちにとって魅力的で健康である可能性が高い。それ以外の場合は自尊心を育てるのに苦労するだろう。なるほど、はい、みちさん共感力が欲しかったと。はい、どうしたんですか。いや、ただこれは、はい、NF の共感力は何度も言いますが、はい、分かってるわけじゃないですからね、はい、当たってる時もありますけど、はい、相手の気持ち、はいはい、よくなんか N の説明で人の気持ちが分かるとかね、はい、未来を察知する能力とかって書いてありますけど、はい、これは S も全部持ってる、はい、感覚です、はい、それを信じるか信じないかですよね。分かってる気がするって話ですよね。分かってる気がするです、はいはい、なんかあの他の子供が怒られてても自分が怒られてるように、これね僕みんなだと思ってたんですけどね。そんなの全く思わないですよね。だからそういう共感力ですよね。だからね、なんかね、はい、本当に腹が立ってくるし、はい、理不尽な怒られ方だと、はい、なんかこっちの子供が怒られててこっちで目に涙が溜まってるみたいな、はい、のはよくあります。この好きな人とかだったらありますけどね。ああ、なるほど、はい、で好き嫌いな人でも、はい、なんかないです。自分の子供とか、はい、そういうなんか好きな人とかだったら理不尽なことで怒られてたりすると腹立ったりしますけど、はい、そうじゃなかったらそんなそうでもないです。なるほど、はい、そんな NF この理想主義的な子供は他者に対して善意を抱くことができることを自尊心の基盤としていると。 NT も SJ もまた幼いうちから他人を助けることに熱心であるように見えるが、 NF の助けは通常異なる種類のもので、他人の具体的なニーズを満たすっていうよりも自分の善意を示そうっていう意味であると。理想主義者の子供は生まれながらにして自分自身に高い道徳的期待を抱いているようで、他者に対する態度や行動において完全無欠で高潔でおそらく聖人君子でありたいと思っていると。そして理想主義者の子供たちが実際に悪意を持ったり
悪魔のような行動を取ったりすると、まるで自分が最悪の犯罪者であるかのような罪悪感を抱く。そのため子供の NF たちは想像できる限りの善意を抱き、できる限りそれを強く持ち続け、同時に内側から湧き上がってくる厄介な悪意をできるだけ抑えるのであると。もう人間ですよね、これが人間ですよ。わかんないですけどね。いやもう聖人君子で痛い、はい、痛いじゃないですか。別に聖人君子で痛いとか思ったことないですもんね。聖人だから悪いことするのがこれぞ人間と思いますもんね。いや違う違う、聖人君子で痛いってありながら、はい、悪いこともやっちゃうよねっていうのが人間っぽいですよね。はい、まあ人間っぽいですよ、この矛盾。はい、共感が暴走するとそこで泣くのと言われたり しますよね、うん、します。共感性羞恥とか、あ、そんな言葉があるんですか。あ、なるほどね。あ、そこに共感しちゃうみたいな話ですかね、まあ、ここに多分いろんな言葉が入るって、ね、あ、なるほどね。それは僕誰でも思ってると思ってましたけどね。それはっていうと共感性羞恥とか、はい、あ、はいはいはい、あ、まあ助けてあげたいなとは違うんですかね。違うんですよね。でもうでも自分がその感じになってるのはありますけどね、はい、子供の頃から自分の属するグループが怒られていたら自分が怒られてる気になると。うちの息子もそうらしいと。ああ NF でも性格悪い人いると思いますけどねって、はい、てとみんな僕のことをいい人だと思ってないですよ。はい、はい、でそこになんかあれじゃないですか、罪悪感持ったりするじゃないですか NF の人って。ああ、まあ確かに、はい、嫌われてる人に、僕のこと嫌いって言ってる人に対しても、はい、あ、僕が悪いんだねとは思いますよ。はい、はいはい、そういう意味ですかね。おせっかいになると NF も悪になるのではと。それはもちろん、はい、受け取り側からよっては、はい、ピグマリオンプロジェクト、ピグマリオンプロジェクトですから、はい、こうするといいよねって、はい、手を差し伸べてあげるよって、はい、掴めよって求めてないからってやつですよね、はいはいはい、っていう意味では悪かもしれません、はい、NF は人が好きな自分が好き真の好きと感じないですね。 NF は人が好きな自分が好き真に好きとは感じない。だから人が好きって言ってる自分が好きって言ってるから、はい、君の好きは好きじゃないんだって言ってるんだと思ってます。NF、僕の中では、はい、なんか矛盾を持ってる感じがするんですよね。はい、持ってるでしょうね。はい、人が好きって言って、でこう、でも本当にそれでいいのかみたいな。そうですね。はい、言うこと聞かないと、はい、意地悪になったりしますからね。はい、はい、自分がそんな自分が好きなだけなんじゃないか、こんな自分はダメなんじゃないかって思ったりもするみたいな。それが人間じゃない、それが人間じゃないですか。はい、DD さんが、私が NF じゃないからかもしれないが、良かれと思ってやってくれてることを押し付けられると感じることがありますね。はい、やってる気はしますね。多分まあお互いにですよね。はい、NT は NT のピグマリオンしますからね。そうですね。はい、はい、NF の人のいじり方がよくわからない時があると。すごくわかると。はい、いじらなくていいんですよ。あ、人が好きと言いつつ距離感近い人には素を出さずペルソナ被るのも真に人が好き要素から離れると。人間みんなそうじゃないですか。はい、でそれで自分いいのかなって自問自答 してそうな感じですよね。かわいいじゃないですか。はい、下手にいじると癇癪を起こしそうだと。それは下手だからですよ。それは愛情を持ってください。下手にいじるから。そこはそうですよ。NF だがむちゃくちゃいじられますと。今こんなこと思ってただろうっていう感じで。あれ難しいですよね。思ってない時ありますもんね、それをね。その時に困るって話ですか。困りますよ、あれは。はい、はい、でなんかみんなの前で思ってないよって言うとこの人恥かいちゃうしさ。はい、だからまあへへへって動機やるしかないんですよね。はい、でどっと疲れるんですよ。はい、はい、NF っぽいですよね。NF っぽいですよね、本当にね。はい、
でこれも同系だったりしますからね、はいはい、帰り自転車でなんかなんであんなこと言ったのかなとかってはい、はい